校で菅生活20周年記念大会国際ゼロ出身ですが大集結ということで、この大阪市中央体育館サッカーアリーナにやってまいりました。今日は国際ゼロのメンバー、そしてイベントメンバーの今はまさに戦っているレスラーたちが大集結しております。そして試合以外にも特別ゲストが本日ございます。よろしくお願いします。このサトガリーナでのクロス工業、本日が初めてとなります。選手たちも、大変に楽しく、そしていい、試合をできるということで今日は大変楽しみにしております。そして、普段以上に力みたいに戦ってまいります。どうぞ最後までご声援よろしくお願い申し上げます。さて、それでは本日の対戦カードを発表いたします。なお本日の対戦カードですが、一部事前発表と口がけるところがございます。事前発表から結果がございました。どうぞご了承ください。それでは本日の第1試合です。シングルマッチ20キロ一本勝負、クラッシャー高橋対コーチ正彦。第2試合、100マッチ30キロ一本勝負、ニステルパークスと韓国船越組対アジアンクーバーエキサイティング吉田組。第3試合、シングルマッチ45分一本勝負、第4試合はエニウェアエニシング時間無制限回帰化バトルロイヤル、出場選手はレッドマミー、ザ・マミー、レモンロード、宇宙マシン、シルバーエックス、クローン。なおこの第4試合での勝者はその後行われます IWF 世界ヘビー級選手権試合でチャンピオンのツイリゴロー選手に挑戦する権利を得ることになっております。そしてインターミッションを挟みまして、本日のトリプルメインイベント第1試合はミスターと足立克司引退試合で61分の一本勝負、ミスターと最後の弟子コーチ正人対ミスター人。そしてセミファイナルは大学で世界ヘビー級選手権中一番攻めに一本勝負、第4試合優勝者対鶴見五郎。そして本日のメインイベントは国際プロレスメモリアル6人格マッチ60分3本勝負、伊藤力をザ・忍者グレート先生と見たいアポロスからデラリシーさんの高杉正彦組。今年は国際プロレスメモリアルに高杉正彦をデビュー20周年記念試合でございます。さらに本日ゲストとなりまして、ミスター・アキト選手と対面進行の舞台で作家エスレストの中島直さんが応援に駆けつけてくださっております。後ほどご紹介申し上げます。それではお待たせいたしました、国際プロレス出身ですが来週です高杉正彦デビュー20周年ミスターと中島直さん引退試合工業タレメンに試合を開始いたします。先生でした。見事な最後の抽選でございました。さて、それではここで今日最初のゲストをご紹介したいと思います。実は今日試合がラインナップされていないんですけれども、足立克司ミスター人選手の引退試合ということでわざわざ駆けつけてくれた選手がおります。ご紹介しましょう。新加速10秒の矢口一郎選手です。
大東大学、昔、東京ではプロレスのメッカだったところがあるんですが、そこによく親父に連れられて国際プロレスを見に来た覚えがあります。やっぱり、印象深いのは嵐山木村さんとオックスメーカーの金見哲也さんですね。かなり、心に残っているわけなんですが、子供の頃から国際プロレスが大好きで、でその後は縁があってアニマル浜口さんのジムに通うことになりまして、アニマル浜口さんから、自分がいろいろ思い悩んでいる時にですね、かなり勇気づけられていただきました。その後は縁がありまして、プロレス界からいろいろ誘いの声をかけていただいたり、その時に自分がプロレスラーになろうと思って決心したのが、ゴーリョンさん、そして今日、メインでやります高杉さんもおりましたオリエンタルプロレス、自分はそこでデビューすることになりました。でそれでオリエンタルプロレスと自分が決めたというのも、やっぱり国際色のやっぱ強い団体がその当時オリエンタルプロレスだと思いました。自分はオリプロでデビューすることを決めまして、そして今日に至るわけです。足立さんですが、自分がダイヤモンドプロレスに出ている時ですね、足立さんから本当に毎日毎日試合のために、自分にアドバイスをしていただいて、で自分もそれがもう一つ一つもう本当に自分のですね、今プロレスラーとしてやっている本当にもうバイブとしてですね、心の中に持っております。足立さんから教えていただいた一つ一つ一言一言とですね、自分のその後のですね、プロレス人生を変えたという、自分は本当に、これはお世辞も全くなくて足立さんから教わるものが多かったと思います。そして今日、足立さんの引退試合ということで、こうしてここに来ることができました。本当に感謝しております。そして大阪の皆様、これからですね一曲歌いますが、自分は知ってる方もおりおると思うんですが、プロレスと同時にですね、作曲の仕事も実はやっておりました。セガサターンやプレステーションと今ゲームの音楽の作曲をやっているんですが、まあ、二足のわらじという言葉は自分は相当プロレスラーじゃなくて悩むんですが、でももし神にですね、二つのチャンスを自分に与えられたら、それを思いっきり使って生きるのがやっぱり人生じゃないかと思って、自分は一生懸命やってるわけですが、ちょっと宣伝になってしまうんですが、12月21日に東京の新宿のキャロルハウスでございます。ライブを、初ライブをするんですけども、まあ東京なんです、ちょっと遠いんですが、もしクリスマスからまで東京に出てくる方がございましたら、ぜひ足を立ち寄ってください。まあその時は、漫画でやるんですが、今日、先に来て歌う曲は祈りという曲なんですが、今本当に今年はですね、特にそうなんですが、いろんな悲惨な事件がありました。神戸の事件でですね、自分自身もプロレスを通して、臭い言い方なんですが、愛を語りたいと、そしていつも日々そのファンの皆さんに伝えられたらと、プロレスは厳しいものですが、それを通じて愛を語りたいと、自分は子供の頃、本当に子供の頃から今に至るまで国際プロレスの方々やレスラーの方々、そして足立さんにもう本当にその時々で勇気づけられて、今になるんですが、自分ももしプロレスラーになったらば、ただ試合をして勝つだけではないという、伝えられることはわからないですが、プロレスの音楽を通してファンの皆さんに勇気を与えられたらといつも考えています。そして試合をしているのです。それは偽りなく、いつももしかっこいいと言うのですが、その愛を伝えられなかったらば、自分は
プロレスラーとして、そして音楽家としてやる意味がないとさえ思っていつもやっております。今日の曲は、そういうような、自分はクリスチャンなんですが、神に祈るその気持ちを、まあ、少しでも神に以外に別に無宗教、いろんな宗教とか本当にもう宗教と宗教は関係ないんですよ。人間の命の大切さというのを本当に考えれば争いはなくなるんではないかと、争いは倫理の方だけに来てほしいです。そして倫理の中で精一杯プロレスラーが戦います。まあ、本日は能楽曲を言いましたが、一曲聴いてください。新曲です。祈りです。最後、平和を確認した矢口一郎選手のライブパフォーマンスです。祈り。I'm not afraid to die.
Mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss.
まさに何が新興国有者のようなのか一番言ってみろ何が言ってましたのか俺が